はい、じゃあ試合後インタビューですね。ちょっと暗くなってきてるんでね、ありがとうございます。寒くなる体冷やすのにしてますけど、手前からですね、背番号13番村上宗太郎選手、そして、背番号8番菊池康平選手ですね、はい、ありがとうございます。はい、お二人は、どちらかというと中盤でね、今日すごく活躍した選手なんですけど90分フル、無限の体力です。この2人が今日走り回りましたよ。まず村上選手から、はいはい、今年はね、トレーニングマッチから相当走るポジションといいますか、ピッチのいろんなところに顔を出しているのをよく見るんですけど、まあそうですね、はい、フォーメーション的に、うん、まあ、一番走るところ、まあ、はい、後編のところも走ると思うんですけど、うん、まあ、サイドも結構走るポジションなんで、うん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 、しっかり走ってます。プレースタイルは変わってるんですか？あ、個人の、そうそうそう、村上さんの、あ、まあそうですね、前の方やフォワードをやってたんで、うん、去年はまでは、うんうん、なんでちょっと、まあ、景色っていうのは違うかなって、うん、360度で感じます。全部で、なるほど、ね、はい、よく動いてね、本当。さあ、そしてですね、背番号8番を背負ってね、今日一番ね、なんか一番安定して8番にボールが渡るとホッとするっていうのが僕らの感じだったんですけれども、はい、まあ、初陣ということでね、23に移籍してきて最初の試合だったのでいかがですか、感想は。そうですね、まあ、うん、自分一応関東リーグで試合してて、はいはい、まあ、ポンズから東京23ということで、はい、まあ、でも自分のスタイル的には、うん、23でやった方が自分の力が出ると思って移籍してきたんで、はいはいはい、まあ、ものすごく今サッカー楽しくやれてんで本当に良かったです、はい、良かったですね、はい、うちからボンズさんに行った選手もいますしね。あ、そうです、ね、ボンズ選手勝さんからうちに来た選手もいますしね、はい、今年対決楽しみですね。楽しみです。はい、ありがとうございます。まあ、ボランチとして今日ね、すごくゲーム全体をこうコントロールして、はい、でボールをうまく動かしてっていうところだったんですけど、何かこう心がけてた点とかあるんですか、今日の試合。そうですね、とりあえずボールに常に関わって、うん、まあ、自分がゲームを作るじゃないですけど、うん、そっちの方が、まあ、リズムも良くなると思ってるんで、うん、まあ、常にボールが出せる位置に顔を出すじゃないですけど、うんうん、そうですよね、相手が嫌なところをちゃんと常にポジションして、そうです、で、うん、前の選手を楽に、なんですか、もう前で仕事させるためにも、やっぱ後ろの選手がちゃんとボールを引き出さないといけないと思ってるんで、はいはいはい、まあ、そういうのは意識しましょう。ありがとうございます。村上選手はどうですか、その、こう逆に受ける方ですか、奪う方ですか、相手から。で、例えば菊池選手とのこうコンビネーション。ああ、そうですね、やっぱ助けられてますね。ああ、なるほど。やっぱ走ってくれるんで、うんうん、まあ、自分の守備も前から行きやすいですし、うん、その分のカバーっていうのは、うんうん、公平がやっぱりやってくれてるので、うんうん、本当に助かってます。ありがとうございます。中盤の今日2人ですけど、まあ、多分ね、僕らには分からないなんて競技者から見ていろんな課題があるんだと思うんですけど、はい、この後東京カップどういう感じで戦っていきますか。そうですね、まあ、23のスタイルじゃないですけど、はい、まあ、心を打つサッカーをして、はい、まあ、見てる人が、はい、明日の活力になるような試合をしていけたらいいと思います。はい、ありがとうございます。そうちゃんはどうですか。まあ、そうですね、まあ、今年の東京23は違うぞっていうところを、はいはい、まあ、毎試合毎試合見せられるように、はい、まあ、日々の練習から取り組んでいくので、はいはい、まあ、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。8番はね、目立つ背番号なんでね、はい、ぜひ注目を頑張ってください、はい、はい、ありがとうございました。菊池選手、そして村上選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、試合後インタビューです。今日グループインタビューということでね、手前から背番号20番敷田結衣選手、はい、はい、そして、背番号3番、新藤誠二選手です。お疲れ様です。ありがとうございます。まあ、3バックのね、真ん中と右側ということでね、はい、まあ、最終ラインから今日見たね、東京ユニさん FC をちょっと喋っていただきたい。ユイ選手、今日でもすごい聞いてましたね。はい、ああ、ありがとうございます。迫力もあるし。ありがとうございます。はい、で、なんかなんて言うんでしょう、進藤選手も、自分はそんなに体大きくないけど、はい、ヘイディングは見てくれって言ってましたけど、ね、はい、ね、やっぱすごかったですね。まあ、もうちょっと感覚が、うん、はい、良くなれば、はい、ヘイディングも負けないように。じっくりやっていきましょう。頑張ります、はいはい、まず結衣選手なんですけれども、はい、今日はどうでしょう、3バックの真ん中で見て試合全体をこう、こう感想とかありますか。そうですね、まあ、自分たちがボール持ってる時間が長い中で、はい、うん、まあ、基本的に僕らが攻撃してたと思うんですけど、はいはいはい、まあ、その中でまあ一発が相手はあったので、うん、まあ、そこを、まあ、潰すっていうのに、うんうん、まあ、フォーカスして僕らは、はい、後ろは集中して、はい、
まあ、90分通して、うんうん、やることができたかなと思います、うん、人工芝とかあれですか、負担とか大丈夫ですか。あ、それは、ね、大丈夫です。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。さあ、そして進藤選手ね、はい、相当、まあ、ゲームメイクもそうですけど、相当いい選手と、ね、コンビネーション組んで前の方にも攻めてましたけど、ゲームの感想はいかがですか。まあ、初戦ということで、うん、まあ、難しいゲームになるっていう話はまあチームの中でしてたんで、はいはい、まあ、そんな中でディフェンスラインとしては、うん、無失点で終わろうということを言いながら、うん、まあ、それができたことはすごい収穫だったんですけど、うん、まあ、チャンスがすごいあった、うん、ゲームであったので、うん、まあ、これからの戦いだったりとかリーグ戦を想定したときにはやっぱ得失点差とかも関係してくるので、はいはいはい、あそこはチームとして今後もっと精度を上げていかなきゃなっていう、ゲームだったかなと思います。あ、はい、解説の上川さんが、はい、彦さんが後半ね、もうちょっとこう攻めきれるところがあったの、うん、あの辺が、課題で関東リーグで戦うためにあそこの辺ね、みんなこう集中して直してくだろうなって思うんですけど、はい、上川さんのお話によると、なんかゴールを決めるとなんか爆中をするっていうパフォーマンス、大学の時にあ、そうなんですか。上川さんが明治大学 の、はい、監督をされてる時に、はい、僕が大学4年生とか3年生だったので、はい、今も宙返りのこうキレは、いや、できると思いますけど。そうですか。まあ、ディフェンスラインなんでそんなにね、はい、セットプレーで取れるように、はいはい、じゃあ怪我しない程度に、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。天皇杯の道ということでね、僕らまだ天皇杯になかなか出たことないんですけれども、今年はすごい期待してるんですけれども、東京カップ何かこう、気持ちかける気持ちみたいなものございますか。はい、もちろん天皇杯には、はい、すごい出たいですし、はいはい、まあ、今年新加入として、はい、いろいろこう、まあ、自分としても、はい、与えられている役割をしっかり全うして、はい、まずはこの東京カップ、はい、しっかり結果残して、はい、力強く、前進していけたらいいなと思います、はい、非常に期待しております。ありがとうございます。誠司選手どうでしょうか。そうですね、まあ、僕も今まで、まあ、プロになってから、はい、天皇杯で J リーグのチームと、何回も対戦させてもらって、まあ、そういう時にはやっぱいい刺激になりますし、はい、まあ、若い子たちに、うん、ぜひ、まあ、そういったトップ選手のと実際に戦ってもらって、はい、まあ、レベルアップしてもらうってことをさせてあげたいですし、まあ、僕自身もでまだどんどん成長していきたいと思っているので、そのためにはまず一つ一つ1試合ずつ勝っていって天皇杯で J リーグとやれるってところまでチーム引っ張っていきたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、お二人本当ディフェンスラインで期待しておりますので頑張ってください。ユイ選手として選手選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、試合後インタビューです、手前からですね、背番号19番原科優雅選手、はいはい、初インタビューよろしくお願いいたします。お願いします、はい、そして背番号9番、清水光選手ですね、よろしくお願いします。お願いします。まあ、毎年ナーバスになる東京カップの初戦、見事でしたね、はい、あんまりこう神経質になるよりももうすごいらしさが出てたのかななんて僕ら思ってたんですけど、まずじゃあ光選手から今日の試合キャプテンとして どんな90分になりました。そうですね、こう、うん、入り固くなるだったり、うん、こう90分の中で起こり得ることを、うん、まあ、前日のミーティングとかでも話してたので、うん、まあ、だからこう起きたことに対してこう前向きになれたというか、うん、そういうのは、まあ、チームとして、うん、全員が同じ方向を向いて戦えたのが多分、うん、まあ、結果につながったのかなというふうに思います、うん、そうですよね。光選手って2得点、いや、これ実は1得点なんですよ。なんでどっち。実は1点目、うん、僕シュート打った後、うん、優雅の頭に当たってる。あ、じゃあ優雅選手のゴールなの。なんいや、ほぼ光くんです。記録上はどっちなの。いや、記録上僕まだ言ってないですけど、うん、僕は優雅の頭で当たって入ったんで、まあいや、2人のゴールそうあー、じゃあちょうど来ていただいてよかったん だ、はい、だじゃあ前半の7分、あれはジョニーさんからのクロスから始まってるのかな。ちょっと振り返っていただけます。早すぎてよく分かんなかったそうですね、なんかこぼれてきたまでは覚えてるんですけど、なんかペナルティーエリアの中で行ったり来たりしてたよね、僕はね、はい、で、本当こぼれてきたやつ振ったら、うんうん、まあ、相手も戻ってて、うん、で優雅も前にいて、うん、でまあ、とりあえず振ったら、うん、優雅の頭に当たって、うん、綺麗に入った。よかったっすね俺しゃがんで、うん、もうしゃがんで、うん、避けようと思ったら当たっちゃったの。来てあやべえと思ってそしたら入ってたっすそうなんですよまあそういうこと、でもやっぱ運も実力のうちで、はい、そこにいたってことがね、すごい大事。じゃあお二人のと 0.5 点ずつということでね、おめでとうございます。ありがとうございます。
そしてあの前半の、26分かな、逆にあの原科選手の優雅選手の左からのクロスボール、はい、飛び込んで見事な、はい、本当にすごいゴールだったんですけど、あれはあのもうあれですか、ボールドリブル始めた瞬間に光さんをこう見てたんですか。そうですね、ボール、うん、総太郎くんから入って、うんうんうん、ちょっと中見た時にもういるなっていうのは見えてたんで、うんうんうん、であとは右のアウトで上げるか、うんはい、左で上げるか。あれ左でしたっけ。左で上げたスケッチ。右のアウトも考えたんだ。あ、そうです。いや俺左足全然蹴れないんで。蹴れないんですよ。蹴れないんですよ本当に。なんでうわーって思って、うん、まあ左でいっとくかと思って。いや見事なクロスだったんですか。めっちゃ良かったですね。ねめっちゃいいとこ行ったっす。この後ダイジェストありますから、もう何回も見てイメージトレーニングしてくださいよ。めっちゃいいとこ行ったっす。ヒカルさんとは優雅さんがドリブル始めた時、いや右足でアウトで来るなと思ってたんですか。いや、あーけど、うん、そうっす、あの優雅が、うん、アウトでも蹴れるし、まあ、左足も蹴れるっていうのは分かってたんですけど、僕的には自分で行くかなとも思ってたんですけど、あーなるほどね、まあ、信じて走ってたら優雅がいいボールくれたんで、優雅のゴールですねほぼ。本当になんかキャプテンらしいよね。いやいや、こうなっちゃってさ。でも優雅さんもあれだよね、その自分でもちろんシュートをもうすごいするタイプの選手ですか。そうですね、うん、はい、リーグ楽しみだね、はい、カップもそうだけどね。頑張ります。わかりました。どうですか23の雰囲気は。そうですね、明るくて、うん、みんな前向きでやっていくんで、うん、あ、はい、めっちゃいいです。本当今俺も結構気使って喋ってるけど、はい、そのうち崩しますんで、はい、いろいろいじらせてくださいね。全然覚悟しておいてくださいね、はい、さあ光さんキャプテン、はい、まあ、東京カップの初戦、多分チームとしていろんな課題もあると思うんですよ。その辺は選手たちとねコーチで皆さん話し合っていただくんですけど、はい、視聴者の皆さんにぜひねこの後の試合あのどういうふうに戦うか、ここを見てくれっていうのがありましたら、ぜひ伝えてください。そうです。今日出た課題とか、まあ、満足できない部分もあるんですけど、うんうんうん、まあ、まず勝てて次につながったっていうことと、うん、まあ、またこう、本当にいろんな選手、いい選手がたくさんいるんで、ね、そこの競争の部分と、うん、まあ、誰が出てもっていうところがあるんで、うん、そこのアグレッシブさだったり、うん、そういうのを体現している姿を、まあ、見てほしいなっていうふうに思います。そうですね。はい、皆さんとぜひ、優雅さんの顔を、ね、多く覚えてください。踊り子を沸かせるタイプの選手ですからね、期待です、はい、以上ありがとうございました。光選手、優雅選手でした、はい、ありがとうございました。捕まえちゃいました、はい、今日3点目を決めた、東俊選手、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、後半の何分ぐらいスタート。スタート22分ぐらいですか、はい、25分ぐらいです。もう決めてやろうって感じ。いや、もうそれは思ってたっす、ね、よく走ってたね。まあ、それやらなくなったらもう僕は何もないんで、うんうん、あのフミヤさんからね長いパス来てね、はい、あ、ていうか後ろからね長いパス来て、はい、結構胸トラップで収まったりとか、はい、あの前線で起点作ってて、はい、なんかこう荒削りだけど楽しみな選手が出てきたねってみんな言ってたんですけど、ね、本当ですか、うん、まあ、そこも長所としてやっていきたいと思ってるんで、うんうん、まあ、そこで負けずに起点、うん、一つ起点になってチャンスメイクできれば。ガンガン行ってください、はい、ありがとうございます。あの相手のゴールキーパーがボール持って出てきてましてね、はい、で結構追い込みかけましてね、はい、あの時はどういう意図を持って追い込みをかけてたんですか。いや、もうチームのスタイルとして前から行くっていうのが、うん、もう自分の中にもインプットされてたんで、うんうん、まあ、ガンガン行って、まあ、あわよくば、うん、取れればっていうのはいつも思ってるんで、うん、まあ、いつも思ってることが実った形で見事取って、はい、無人のゴールに、はい、もう外してたんで3本ぐらい。いや、僕蹴った時にあ、これが枠それちゃったらかわいそうだなと思ったけど、はい、見事ちゃんと入れてね、よかったっす。あ、よかったですね。でもあの運も実力のうちじゃないですけど、やっぱそこ追い込みかけたからね、はい、あの得点が3点目が生まれて相手の心折れてますんでね、はい、ぜひこのなんていうのアグレッシブさというか、はい、あのなんていう若さだよね、あのもうファン喜ぶと思いますんでね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ覚えてくださいこの子、はい、自己紹介を。背番号18番の東俊です、はい、まあ、これからもガンガン点取ってチームに貢献していきたいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。東選手でした。ありがとうございます。はい、試合後インタビューです。遅くまでありがとうございます。はい、大石文也、キャプテンゴールキーパーにお越しいただきました。もうすっかり日が暮れちゃってね、はい、駒澤ですけれども、どうでしょう、まあ、初戦ということでね、はい、あのナーバスに毎年大体なってましたけど、はい、今日の試合90分どうご覧になりました。そうですね、まあ、初戦難しいゲームで、うん、まあ、あと第1試合と、はい、第2試合も小松さんが見てた中で、はい、やっぱ難しい試合になるよっては言ってたんですけど、はい、まあ、前が、前半のうちに点取ってくれたんで、うん、まあ、ちょっと落ち着いて
けたのが早かったかなというふうには思います、うんうん、そうですね、はい、まあ、でも試合と文也さん今日あんまりボール触る機会なかったですね。そうですね、最後ちょっと来たぐらいですかね。ほとんど声で今日は試合をしてた感じでしたよね、はい、そうですね、はい、新チームどうですか、勝ったのこう最終ラインから見てて。そうですね、まあ、やっぱり選手の能力がやっぱ高いかなと思ってます、うんうんうん、まあ、本当に楽しい、楽しいです、うん、うまい選手とできて楽しいです、うんうん、今日1本もあれだったらなんか、文也さんから長いパスで東選手かな、はい、あ、はい、なんかシュートまであれ決まってたら、ね、いや、アシストだったんですよね。ちょっと決めろよって、ね、ちゃんと映像出していただきたいですよ、はい、まあ、でもやっぱり、サイドが引っ張って真ん中空いたら、うんうん、自分からも入れるし、逆に真ん中に相手寄ってるときは、うん、サイドに散らすっていうのも、うん、小松さんからキーパーも求められてるところなんで、うんうん、はい、いいボール蹴れるようにもっと練習します、はい、チームとしてはすごい見てる方も、はい、東京カップの、ね、初戦としてはすごく見どころがあって、はい、で逆に僕らはちょっと細かいところは分かんないですが、課題があるんだろうなっていうところもあったんですけど、はい、これから、ね、一戦一戦実戦を通して、はい、もっとチームも磨き上げられますし、はい、関東リーグにも、ね、この加速感でいけるといいなと思うんですけどね。そうですね、はい、うん、まあ、去年本当に、うまくいかなくなった時に自分たちのサッカーできなかったので、うん、もう今年はもう本当に、なんですかね、もっと堅い試合することもできたって言ったらおかしいですけど、はいはいはい、もっとこう手堅くいくチームも多分あると思うんですけど、うん、もう自分たちはもう本当にそこはもう攻撃的にいこうっていうふうに言ってたんで、はい、まあ、その中でまあリスク管理とかするんですけど、うん、まあ、それでも前に前にもう2点3点取った後もやっぱ4点目5点目取りに行こうっていう形だったんで、うん、まあ、そういう点では今日は良かったかなと、はい、ね、思うし、まあ、それをまあ1年間継続して本当にやって、うんうんうん、まあ、相手は回ることなんで、それで全部うまくいくっていうのはないと思うんですけど、もう本当に、まあ、それでもどんな時も本当に攻撃的に前に出ていこうっていう話はしたし、まあ、例年よりも練習試合で言えばこう、なんですかね、うまくいかない場面もあったんですけど、まあ、そこは逆に僕はすごい良かった点だと思ってて、はい、まあ、本当に多分1年目2年目だと本当にシーズン前の練習試合ってほとんど負けてなかったんですけど、今年は結構負けたりもしたし、逆に言えば問題に対してこうみんながこういや今はこうでしょとかいう風になってきたんで、まあ、それ本当にどんどん良くなるなって感じたし、まあ、自分もシンプルに上手い選手やったらサッカー楽しいんで、あ、なるほど、ね、毎日楽しいですね、はい、分かりました。また今年長い1年間ね、皆さんで試行錯誤しながら強くなっていくチームですけど、はい、ぜひ最後尾からね、キャプテンみんなもグイグイおっしゃってください、ね、はい、そうですね、マリさんがコメントしてくれたんですけど僕の背中を教えもらえるということなんで頼りにしてます、はい、じゃあサポーターの皆さんみんなね、ふみやさんの背中を押そうね、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました。大石ふみやさん、あ、監督が、監督じゃない監督ですか、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。試合後インタビューをやらせてもらいます、はい、小松監督にお越しいただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。まあ、ナーバスになりやすいね、東京カップの初戦ということですけれども、はい、どうでしょう、監督から見て。そうですね、僕第1試合からずっと見てたんですけど、やっぱりユナイテッドさんも、うん、エリスさんも、まあ、うん、勝ちましたけど、やっぱ最初こう、うん、なかなか硬い試合で、はいはいはい、やっぱうちもそういう感じになるなっていうのは、まあ、予想しながら、うんうん、選手たちにも伝えて入って、うんうん、まあ、選手たちもこう慎重に、かつ大胆にっていうところで、うん、まあ、入りも悪くなく、うんうん、まあ、早い時間に点取れたんで、うんうん、はい、ただ、まあ、そうですね、やっぱ、うん、BRB さんも、はい、この能力が高いんで、うん、はい、そこのバランス取りながら、うん、まあ、追加点っていうところでちょっとなかなか点入らなかったんですけど、うんうんうん、まあ、ゼロで抑えて勝ってたっていうところは、うんうん、まあ、去年の、チームよりも進化してるっていうところも見せれたと思うし、うんうん、あとは新加入の選手も、うん、まあ、自分たちの良さ、出してくれてた選手もたくさんいるので、はい、まあ、いいゲームだったかなとは思います。まあ、確かに個性的な選手多くて、はい、私たちもね、ちょっと喋ってたんですけど、すぐプレースタイルとか、はい、覚えられましたんで、やっぱこう、うん、見た目ですぐ、あ、誰だか分かる選手たちもいてね、うん、楽しみですね、今年選手選ぶのね。そうですね、うん、まあ、ちょっとジョニーちょっと怪我しちゃったんですけど、まあ、ちょっと痛いですけど、でもその分また違う選手にチャンスが来るって、はい、まあ、それぐらいまた多分ジョニーがいなくてもまた誰かっていうところはかなりいるので、はい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 、まだ今日出てない選手でいるので、はい、そういう意味では逆に、はいはい、これをプラスに捉えてまたチームで競争しようっていう話も選手にもしたんで、はいはい、ジョニーさんキレキレなの分かってるから、あとはリーグにね、そうですね、はい、ありがとうございます。あえて、はい、聞くんですけど、課題的なものはどの辺でした？はい、そうですね、まあ、その僕らのこう自分たちのサッカーっていうところを、うんうん、こう
この公式戦の中でどれぐらいのこう、うん、なんですかね、緊張感とか、うん、いろんなゲームコントロールの中で出せるかっていうバランスと、うん、あとそれによってこう起こる自分たちのこう、まあ、ウィークポイントとか、うん、まあ、そこが今日ある程度まあ見えた部分もあったんで、はい、その辺をこうこのまた1週間空くんで、はい、この2週間でまあちょっと選手たちとバランス取りながら、うん、でもそこばっか気にしてたら自分たちの良さ出せないんで、うん、そこら辺がこう、なんですかね、選手の中で、うん、うまく微調整できるようになるといいと思うので、はい、その辺がちょっと今日課題として見えたかなと思うので、はいはい、まあ、それがいい意味で見えたかなと思うの で、 そうです、ね、はい、ぜひ東京カップの実戦を通じてね、はい、そうですね、はい、天皇杯のチャンスもそうですし、あとリーグへのね、はい、こういうチーム作りにもいいと思いますので頑張ってください。いや本当、はい、天皇杯っていうのは一つ、まあ、自分たちの目標にしているところなの で、 で、まあ、勝ちながら成長できれば一番いいの で、 そ、 うです、はい、それを目指してまた頑張ってきます、はい、新体制発表会特集ありがとうございます、はい、あ、いやいやこちらこそ皆さんぜひどうぞご覧くださいね、はい、そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。失礼いたします。小松優監督でした。